三村正和です。桐谷美玲です。今回は屋形船だよね。はい、まだ CM 見てないんで分かんないんですけど、雰囲気出てるんじゃないかなと。いい感じですよ ね風がいっぱい吹いてたり、ね、結構風が吹いてきたり、臨場感があると思います。あとずっと笑ってます。そうですね、今回もすごく楽しい感じで仕上がってますね。そんなところでしょうか。ああそうですか。今回なんだろうな、顔面のシミやほくろをゼロにしちゃいたいですね。増えてくるんですよ、この年になる。今ちょっとね、動乱塗ってるか分かんないんですけど、結構ね、あるんですよ。そうなんですか。日焼けばっかするからかな。そうですね、ハワイを控えていただければ。そうです、そうです。日焼けを控えれば、ハワイなりを控えればあれなんですけれども、そこはね、ゼロにならないんだよな。どうですか。私ですか。私は前はこう洗い物をゼロにしたいって言ってたんですけど、やっぱもう一個あって、洗濯畳をゼロにしたいです。結構家事に関することですね。最近ニュースで全自動洗濯から畳までやってくれる機械が出たよっていう記事を見たんですよ。もう欲しくてたまらないです。あれ取り込んで畳むのがめんどくさいんじゃん、あれを。そうなんですよ、干すのとか。干すまでは最悪綺麗になるからいいんですけど、それまた着るのに畳んでしまうっていう作業が私は苦手です。なるほどね。結婚して、女性と結婚するとそれやってもらえるんだけどね、まあ、それ言うと奥さんに怒られちゃうんだけどね。俺そうです、手伝ってください。そうですね、はい。どう、ミレちゃん。私ないです。あ、ないんだ。はい、僕らね、こういう仕事やってるとね、屋形船で何かこうワイワイ騒ぎながらネタをやるとかで、俺30回ぐらい乗ってるかもしれない。そんなにですか。実際本当に天ぷら食べたり飲んだりしながら収録みたいなのを。気持ちいいですね、それ。すごく気持ちいいです、これ。経験してもらいたい。本当は風が強かったらあれ窓閉まりますから。あんなに今日みたいに風が吹いてこない。で、いい季節だと窓も開くしね。そうなんですね。よく友達が浴衣を着て、屋形船女子会っていうのをやっている写真は見るんですよ。ほー、それに憧れはあります。なるほどね、花火のあたりとかね。そう、うーん、いいですね。いや、屋形船いいですよ。だからね、ドラマでとかでそういう設定監督に提案するとかね。ありですね。言ってみます、今度。5月ですか。これはね、ゴールデンウィークがあるからもう会社行きたくなくなっちゃう、学校行きたくなくなっちゃうなんでしょ。そうですね。だゴールデンウィークのラスト3日ぐらいは気持ち的にはもう気持ちは会社行ってるみたいな。やだ。気持ちはもう学校行ってるみたいな、そういう持っていき方できないんですかね。無理か。無理なんで、もう5月病に乗っかっちゃって、5月は5月病でいいから6月から頑張ればいいじゃないですか。結構乗っかってその20日ぐらいある間結構怒らんないですかね、それ。乗っかっちゃうの。ふわっとは頑張るんです。でも本格的に頑張る6月か。そうだね、ふわっと会社なりふわっと学校行けば、行っちゃえばどっちみち働いたり勉強するからね。やることはあるんで、それもやるんですよ。ふわっと行っちゃいましょう、ね、乗っかっちゃいましょう、枝豆じゃないんですか。俺はもう極ゼロにはもう枝豆やピーナッツ、ナッツ類って決めてるんですけど。俺が好きなだけかな。いいですね。
どうですか。私おつまみが小さい頃からすごく好きで、うん、まあ、イカとか、ああいいね、そういうものも好きなんですけど、うん、ナマコ酢が大好きで、あら、でも分かる、俺も好きなのよ。でも大人になってからだけど、子供の頃から大好きなんですよ。あ、そう、そう、なんかそれと一緒に。渋いよね。そうですか。ナマコ酢好きなのって結構大人になってからだよ。さっきもその話をしてて、うん、あんまり好きな人いなかったんです、周りに。うん、俺もようやくこの歯ごたえと、あの酸っぱい感じでしょ、しょっぱい酸っぱい感じと、うん、あのコリコリ感が、うん、美味しいです。渋いっす生こす